皆さんこんにちは。本日は、教育者の言と言うというテーマでお話をさせていただきます。この映像をご覧いただいている方の中には、教育をする側の立場の方もいらっしゃれば、教育を受ける側の立場の方もいらっしゃると思います。教育はですね、非常にこれは、尊い仕事でありますし、この尊い仕事はですね、いわば険しい仕事でもあります。なぜかと言いますと、そこにはですね、やはりこの、下にはこの優しいという字を書きましたが、教育には、厳しさというものが必要だからであります。金剛禅開祖曹道真先生は、非常に厳しい教育者だったと伺っております。特にどんな時に厳しいかと申しますと、人に対する目配り、気配り、心配り、これに欠けている時、そして、本気でない時、こういう時にはですね、非常に厳しいと、雷が落ちたというのを当時三文宗の方から伺ったことがあります。しかし全くその通りというんでしょうか、人に対する目配り、気配り、心配りができないような人間は社会で通用しませんし、あるいは本気になってない自分がもし本気でなければですね、当然それも社会で通用するものではありませんから、やはりその単に厳しいのではなくて、そういうものに対して、欠けている時に厳しかったというふうに伺っております。教育をですね、する側の方、昨今、優しくというか、そういう優しさというものをですね、が非常に大事であると、褒めて、そして、自己肯定感を育てるんだというのが社会の風潮ではありますけれども、しかしその優しさの中でも、本気の厳しさというものを失ってはならないと思います。その厳しさなくして人を育てることはできないと思います。もう一つは、教育を受ける側の方、厳しい教育者に出会ったらですね、幸運だったと思ってください。常に優しく接している方だけのですね、ですと、その環境にでしか適応できない自分になってしまいます。ですので、厳しく接してくれる上司の方、上司の方にとご縁をいただいたらですね、ぜひその上司の方に飛び込んでいただいて、そして、厳しい指導をバンバン受けていただきたいと思います。それが自分自身の力に必ずなります。本日は、教育者の言と言うというテーマでお話をさせていただきました。ありがとうございました。